年度別実績数は22年度は96人となっております。なおもう一つのワークの成果指標と目標であるアンケート調査による満足につきましては、先ほど申しましたように下記で実施しておりますので、入っておりません。次に構成事業の関連性や貢献度、必要性にご説明してあります。このワークに構成する事業は2事業でございます。この2事業はいずれも本県を訪れる県内外の観光客の方が訪れてよかった、楽しかったと感じる事業と考えております。このワークさん自体のおもてなしの充実による受け入れ体制の整備付きにつきましては、本県では観光関連企業などの中核的な役割を担う人材を育成することなど、好意的な観点から重点的に取り組んでおりますので、本県での取り組みのほかに、市町や観光関係団体が地域の実情に応じた観光ガイドの育成や観光案内の設置、運営などの取り組みも実施されている状況にございます。まずは表の一番上にあります高度観光人材育成強化事業でございます。この事業は、観光に携わる経営人材、観光まつづくりを担う人材の育成を図る目的で、経営戦略や地域学などの観光に関する人材育成セミナーを県立広島大学と連携して、延べ36回、出前講座を延べ10回開催するものでございます。事業の客体は観光関連従事者や学生、23年度で目指すべき成果は、年間受講者数100人、参加者満足度を22年度の 87.6% 以上というふうに、所属団体での役立ち度を27年度の 87% 以上としております。これまでの成果でございますが、22年度の受講者数96人となっており、23年度の前期の受講者数が45人というふうになっております。23年度の受講者数の満足につきましては、いずれも 100% の状況でございます。続きまして、観光相談員設置運営事業でございます。この事業は、本県の観光に関する相談への対応と、紹介・宣伝を行う相談員を広島と大阪に配置し、観光情報の収集、提供を実施するものでございます。事業の客体は観光客及び旅行会社であり、23年度で目指す成果は、本県観光の満足度向上を図ることとしております。これまでの成果でございますが、22年度の相談件数は広島が2747件、大阪が1380件というふうになっております。なお、ワークさんの予算額といたしましては、表の右欄に記載しておりますとおり、22年度に高度観光人材育成強化事業の創設というのがございますので、21年度に比べて増加しているというふうになっております。36ページをご覧ください。ワークさんに関する課題認識でございます。より多くのリピーターを獲得するため、また口コミにより新たな観光客を獲得するためには、ソフト、ハードを含めたホスピタリティの向上が必要であると、また、地域それぞれの資源を生かした戦略的な観光づくりを行える人材の育成が必要であるというような必要な状況でございます。次に、構成技術事業に関する課題認識といたしましては、高度観光人材育成セミナーの実施により、受講者のマネジメント能力などとともに、ホスピタリティの向上を図っておりますけれども、受講者からより実践的な研修内容を希望する声があることから、業種の違いなど、受講者それぞれのニーズに応じた、より効果的なカリキュラムへ改善していくことが必要でございます。また、このセミナーを継続的かつ実績に運営するための取り組みも必要な状況にございます。さらには、高度な観光人材の育成はもとより、地域で観光づくりなどを担う人材の育成やスキルアップも必要な状況にございます。最後に、ワーク4の国際観光のさらなる推進でございます。資料の38、39ページをご覧ください。ワーク4の成果指標と目標につきましては、外国人観光客数を24年において80万人、うち中国、韓国、台湾など、東アジアからの観光客数を22万3千人とする目標値を設定しております。この目標値は、18年の外国人観光客数の50万4千人を24年に約 1.5 倍に増やす数字として設定されているものでございます。外国人観光客の年度別実績につきましては、こちらに記述しているとおりでございます。なお、府のアンケート調査につきましては、下記に実施するために具体的な数値は入っていない状況でございます。次に、構成事業の関連性や、
貢献度必要性についてご説明いたします。このワークに構成する事業は5事業、この5事業いずれとも少子高齢化の進展、国内の人口減少が続く中での外国人観光の受け入れを拡大し、観光による交流人口を維持拡大していく事業と考えております。この表の一番上に記載しております新インバウンド戦略事業でございます。この事業は外国人観光客のニーズを反映した誘致事業を他県などと連携して実施するものであり、視察ツアーや現地プロモーション、県内での日帰りバスツアーなどの取り組みを実施するものでございます。このインバウンドというのは、海外からのお客様をこちらに迎え入れるという詩をインバウンドというふうに呼んでおります。事業の客体は広島県国際観光テーマ地区推進協議会などであり、23年度で目指すべき成果は旅行商品の新規造成を18本、教育旅行の団体数を20としております。次に中国ビジネス交流拡大事業でございます。この事業は中国からの外国人観光客の増加を図る目的で、四川省を中心に海外からのお客様の誘致を取り組みを実施するために、マーケットリサーチの実地や視察ツアーを行うものでございます。事業の客体は中国人観光客であり、23年度目指すべき成果は旅行商品の新規造成を20本としております。これまでの成果でございますが、23年9月現在で7本ほど旅行商品の新規造成を行っております。なお、マーケットリサーチの進捗状況につきましては、中国非常に国土が広いという状況ですので、それぞれの地域においてですね、広島県内の観光資源の訴える力であるとか、中国自体の住民の志向性などを詳細に市場調査をしているというところでございます。具体的には、旅行エージェントを招いてですね、広島の魅力の調査や四川省からのモニターツアーなどでアンケートを調査しているというふうな状況でございます。続きまして、中国地方国際観光連携事業でございます。この事業は中国5県が連携して、中国地域観光推進協議会の中にインバウンド事業推進協議会というのを作りまして、現地説明会やあるいは商談会、ビジネスフォーラムなどの開催を実施するものでございます。事業の拡大は中国地域観光推進協議会であり、23年度で目指すべき成果は外国人観光客の誘致体制を強化するとともに、ビジネスフォーラムへの日本側参加者を22年度の107団体から120団体増加を図ることとしております。続きまして、多言語ナビシステム構築事業でございます。この事業は外国人の観光客の方が、来られたときに、日英中韓仏による多言語の観光情報の提供やホスピタリティの向上を図る目的で、スマートフォンを持ってきていただいたときに、そのスマートフォンに、それぞれの言語の、情報が出るというものでございます。また観光相談を実施するものという形でございます。事業の客体は外国人観光客であり、23年度で目指す成果は外国人観光客の利便性向上のため、利用者満足度を 70% 以上としております。これまでの成果でございますが、23年の上期に多言語に観光ナビゲーションシステムを開発し、11月から運用することとしております。最後に観光ホームページ英語化事業でございます。この事業は外国人の観光客に向けて観光地広島を発信する目的で、観光ホームページの最新情報を英語版により提供するというものでございます。事業の客体は外国人観光客で、23年度で目指すべき成果は年間閲覧数22年度の約6万5千件の約 1.1 倍増の7万2千件以上設定しております。これまでの成果でございますけれども、英語版の年間ページビュー件数、実際にホームページに入っていただいて見られた件数でございますけれども、21年度は約5万2千、22年度は約6万5千、23年度は8月時点ではございますが2万4千件の状況にございます。なお、ワーク4の予算額といたしましては、表の右欄に記載しておりますとおり、中国ビジネス交流拡大事業などを創設したことにより、22年度までの予算額と比べて増加しているという状況でございます。40ページをご覧ください。ワーク4に関する課題でございます。成果目標に対する課題認識といたしましては、広島の知名度は高いものの、観光地広島としての認知度は低い状況でございます。また3月11日に発生いたしました東日本大震災と福島第一原発の事故に
関しまして、誤った風評によりまして、外国人観光客の落ち込みが長期化することが懸念されている状況でございます。実際には3月、4月は 70% 減という状況でございまして、直近でも大体5割ぐらい減でございます。というのが体感状況という状況になっています。次に構成事業に対する課題認識といたしましては、今年度、新インバウンド事業などによりまして、各市場においてターゲットを絞った PR や旅行商品の造成促進などを実施したり、特徴がある観光素材の PR により、台湾では5月の調整後に3社がサイクリングを盛り込んだツアーを造成するなど、一定の成果が出ており、引き続き国別のニーズに応じた効果的な事業に取り組む必要がございます。また大震災の影響で風評被害による外国人旅行者の低迷、地域間競争が激化する中、外国人の輸出促進を図るためには、外国の旅行会社やメディアに対して、より密度の高い情報の提供は、交換が必要な状況であると思っています。以上で観光振興策に対する説明を終わります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。今ですね、インバウンドについての言葉の説明あったんですが、今の説明の中で特にこう分からない単語とか言葉とかございましたでしょうか。よろしいでしょうか。よろしいですか。はい。